久保さん。ちょ、分かったことがありますね。分かったことが、変化は気づかないってことですね。変化は気づかないと。うん。で、変化を求める人は、変化を求める人は変化を気づかない。うん。まあ、気づく人もいるか。ま、よ、ま、何が、何が伝えたいかっていうと、多くの人って、あの、なんだろうな。例えば、うん、まあ、100万稼ぎたいってなった場合、 うーん100万を実際に稼がないと、その、あ、俺は100万稼いだんだっていう、この、なんだろうな、分かりやすい変化を求めてる傾向があるんじゃないかなと思います。分かりやすい変化ですね。例えば、チャンネル登録者数が一気に1000人突破したとかね。うーん、なんだろうな。うーんチャンネル登録者数が1万人いったとかね。 なんかその見てすぐわかるような変化を、まあ、多くの人は求めてるはずですし求めてますよねだけど久保さんのその紙で思ったのがこの紙切れ1枚って多分気づかないですよねこの差ってうんで変化はや,やることによってね昨日,日 YouTube やってなかったけど今日から始めてみました始めただけでちょっとしたこの 本当に1ミリぐらいの変化はあるんだけども、いや、ただ始めただけです、みたいな、話で <laughs>。いや、何も稼いでないです、みたいな、話じゃないですか。だから、この変化してるんだけど、変化に気づいていない。うん、例えば、あの、よく相談いただくのが、動画アップしてるけれども、全然再生数伸びないんですっていう。まあ 再生数は伸びていないかもしれないけれども、日々の動画の本数は伸びているし、日々のスキルはね、確実にちょっとずつ変化してるはずなんですよ。間違いなく。これは僕は、あの、まあ、やらない人がほとんどだと思いますけど、僕はそのつ、こんな、本当に小さいね、この1ミリか0.01ミリかわかんないですけど、これぐらいのやつの変化をね、 1>, 1万本、2万本やってきて、で、わかりました。2万本やったら。だって、2万冊並べ、2万、2万しあったらわかりますよね。だ、明らかに。目、目で見ても。ね。わ <laughs> かるじゃないですか。もう厚み出てるんで。だけど、ここまでやっぱやらないんで、まあ、それ見えないですよね。うん。だから、なんだろうな。変化してることに気づけって感じですかね。変化はしてるよと。 うん、だから変化はしてるから変化し続ける成長し続けるってことをやめないってことですよねやれば昨日より変化してるやれば昨日よりやってない自分より今日やった自分の方が成長してるだろうし、うん、だから成長してるよって話ですやればね、うん、だけど目に見える大きな結果あ変化を求めてるんで うまくいかないんじゃないかなと思います。だってその、結局その日々の変化の積み上げでしかないので。僕は、あの、一番最初動画を撮り始めた時に、得意じゃなかったそですもん、動画を撮るっていうことが。得意じゃなかったけど、とりあえずがむしゃらにやりました。とりあえずもう、あの、慣れまず慣れるしかないなっていう。カメラに向かって喋るっていうことを、に対してなれるしかないなっていう。だって今まで、人生においてね、 カメラでね、まあ、基本的に僕は昔、その、なんだ、えー、プロデュース側で、まあ、裏方だったわけですよ。カメラ回したりとか、カメラ編集したり、あの動画編集したりとか、コピーライティング、ゴーストライターしたりとか、基本的にカメラに向,向かって自分が喋るってことが、人生において一度もなかったわけですよ。ねそう。だけど、それを自分でこう始めて、その、なんだろうな、思ったのが、まあそういうことですよね。 だから昔は、うん、苦手だったし昔は嫌だったけど今は得意になってるっていうね動画を撮ることが空気であり得意になってるっていううんだからこの前もお悩みいただいてなんか文章を書くのが苦痛ですみたいにいただいたんですけど苦痛の時期ってちょっとだとまあちょっとというかまあある一定の時期なんですよ だけど、それを超えると、苦痛じゃなくて、普通になり、えー、普通が得意になったりとかね、しますから。うん。まあ、それしかないですよね。はい。ま,あ、まとめると、えー、変化していることに気づけってことですね。やればね。やってないんだったら変化しないですけど。うん。だから、そこじゃないですかね。はい。やっぱ、ここ見えないですからね。 なかなかこれこのこの差はうんいってらっしゃい。